バレーあるある。ジャンプサーブを打ちたがる初心者。じゃあ次はサーブ練習していきます。サーブはいろんな種類があって、まずはね、こう上から打つサーブ、これは経験者の方がよくやってます。で、初心者の方は下からね、こうアンダーサーブ、下から叩くサーブを練習していきましょう。まあ、それぞれ自分ができるレベルに合わせてサーブ練習していってください。じゃあ行こう。サイドステップしすぎてスキップするとき、サイドステップしてしまう。はい、話した。はい、答え。はい、これ、いい。いくぐ。じゃあさ、点取った時の喜び方さ、普通に走るんじゃなくてさ、スキップして走ったらよくない？めっちゃいいかもそれ。うん、よーし、よーし。めっちゃいい。バレーパンツの長さに慣れすぎて、普通のハーフパンツを折り曲げてバレーパンツくらい短くする。テストの点数悪かったら部活やめさせると脅すが、試合観戦とっても楽しみだからやめさせる気はさらさらない保護者。あんた、こんな点数ばっか取ったらあかんで。部活やめさすで。勉強がまず第一なんやからな。わかった？はーい。まあ、そんなこと言ってるけど、試合見に行くの楽しみやし、やめさせる気なんてこれっぽっちもありません。トレーナーの袖を燃え袖にしてフライングすると、めちゃめちゃ滑って気持ちが良い。なあ、見て見て、ほんまに買ってるやん。下手くそやな、ほんで。ミドルブロッカーブロック飛んだ後、セッターとぶつかりがち。ホワイトボードのペンの蓋落ちたけど、どうしたらいいかわからない。はい、じゃあ次の試合の確認するぞ。コートがこうあった時にフォーメーションな、レフトがエース、レフトがエースだから、しっかりここクロス多いからレフトでちゃんと下がるようにしろ。でブロック間開けずにしっかり飛べ。間開いたらな、ここ抜かれる可能性があるから、しっかり締めることで、フェイントする時もあるから、ここのストレートのやつがちゃんと前に詰めてフェイントを取ること。こいつが詰めたらセンターのやつはこう後ろに回る。